あ、終わった？止まってたの？止まってましたか？やっぱり。なんかすごいところで止まったみたいな書いてあったから、ビクビクして消した。何って思って。青が今日までです。すごくない？私ショールームをさ、今再開して1個目のコメントが「豆腐会とテカタカの宣伝は？」みたいな、豆腐じゃない、オンライン再開とテカタカの宣伝は？みたいな。そんな来て、そうそう、そんなこと言わなくても。あ、虹だ。今日もメイクしてない。虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。これの手話やってたな。今あれです。メールを送ってツイッターを載せてきた。だからツイッターは今すぐにいいねできるのでしてきてください。ちなみに今日は2個あげたので2個いいねしてください。メールはそろそろ届くと思います。今日は4通送りました。4通全部届いてたら読んでください。メールをね、メール変えたり増やしたり、まあ、変えるはあんまよくないか、増やしたりするのにちょうどいいのは、まあ、明日ですね。7月、月始めが一番ね、メールを増やすタイミングとしては良いですので、まだ取ってないよっていう方は、ぜひ、明日からよろしくお願いします。受け取ってください。メール、ちゃんと送るので。眠たいですね。メールは今日は4つ。今届いたのは何のメールだろう？ゆずさんのやつですか？さっきのメールは、写真を4枚かな？つけたんですけど、全部届きましたか？1個前の3通目かな、3通目に4枚写真をつけたんですけど、届きました？そうです。明日撮り始めるのが一番お得ですから、明日の早朝にぜひ。今日はね、今日だとちょっとね、損しちゃうんで、もう送れないし、今日は明日の朝からぜひ。そゆずさんと始まりの歌の話。4つ目は3枚目は狩野さんの写真をいっぱい送った。メールを読んでくれている方だけに、特別に狩野さんへの思いを綴りました。 本人には言えない、本人に言うんじゃなくてみんなに言うっていう。だからぜひ。私、カナさんの連絡先持ってないんですよね。本人にも届いてほしいね。多分届かないですね。届かないし、届いたら問題。メールをね、転載してしまってるってことになりますのでね。届いたら問題なんですけど。
わけなんて何もない。今日はマキコさんの生誕祭だったんですね。こんばんは。ダンシングフロア、よかったね、青木りかちゃん出れて。日本語よし。もう話したい話は終わってたんですけど、何かあるかな。青が今日まで、申し込み今日までです。ぜひぜひ。フォローしましただって、ありがとうございます。そっか、フォローをねしますと、始まった時に通知が来ますから。ハートはピンクに、どっちだろう、どっちだろう。これよくやりますよね、あの SKE の公式配信でよくこうやってどっちかなーでやる。私 ZEP の配信も出ないのかな、私って。なんか結構みんな3回目のメンバーとかもいるらしくて、私1回しか出てないから。9時になったら終わりますね。じゃあ洗濯しなきゃいけないので、私今日洗濯しなきゃいけないので、10時になったら終わります。明日は朝早くないです。朝ね、あと5分なので、5分で皆さんギフトをいっぱい投げてアバターをゲットしてください。7月、あ、関ヶ原アイドルウォーズの申し込みもいつまでだろう、いつまでか分かんないけど、今やってるっぽいので、ぜひ。終わったのかな、まだやってますか。なんかさ、ちょっとそれまとめてね、ブログに書こうと思ったんだけどね、なんか難しくて書けなかった。だからもう一度今日言いますね。青ヶ野の申し込み、まず青春ガールズ公演7月15日、今日までです。今日の23時59分までぜひ待ってます。9期のね、それで皆さん申し込んでくれる方が多かったら、まあまた9期使ってみようかなとかなるかもしれないし、9期いいじゃんってなるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。関ヶ原のレッスンもさすがにしてないです。まだ1ヶ月もないけど、全然まだ先なので、何もしてません。なんなら ZEP が始まったぐらいですね。そう、青春ガールズ公演、ぜひ。今回は鬼別公園っていう名前だから、多分木のね、どのぐらい
集客できるかとか、どれくらいなんだろう、申し込んでみたいと思ってくれる方がいるのかとか、は耳鳴りがすごいいるのかっていうのがね、すごい大事だと思うんで、ぜひ申し込んでくれたら嬉しいなと思います。でなんだっけ、宛方会とオンラインサイン会の申し込みは1月4日までです。よろしくお願いします。関ヶ原のはいつまでか分かる人いますか？挙手、私が当てますのでね、挙手。あと分かる人いますか？いません。でも私も分かりません。なのでちょっと分かりませんね、分かりませんので自分で調べてください。あのね、関ヶ原のやつ調べてください。あれ誰もいなかったと思って、嘘でしょ、急にまた止まった、また止まったんじゃない、これ、また止まったんじゃないか、また止まったんじゃないか、終わるか。そう、なんでこんな私携帯が悪いのかな、携帯が悪いのかもしれないので今日は終わります。それでは見れる方もしいたら青が申し込みしてね。ありがとうございました。え、動いてるよって来てるんだけど、動いてるよって来てるんだけど、じゃあ時差があるの？なんでこんなに電波悪いんだろう。あ、今コメント見れるわ普通に。あ、察しました、すいません、察しました。あのですね、コメント、はい、私は分かったことがあります。今コメントしている人が一人もいなかった。以上です。それではありがとうございました。